西湖10時半山崎ランチパック卵卵フィリングをふんわりパンにサンドしました。食べよう。食べたいな。ランチパック何キロカロリー？1個あたり140…あ、いただきます、うん、1個あたり146キロカロリー、うん、ああ奥歯がないから優しいな。卵さんって優しいね。味も含めて歯にも優しいし、うまかった。よいしょ。1時か。あ、どうかな。ハムマヨ。ランチボックスハムマヨ食べよう。ランチボックスいっぱいあるよね、種類がね。121キロカロリー、146キロカロリー。ハムマヨの方が軽いんや。ちょっとね、イコっていうゲームね、ずっとやってたんですけど、今日クリアして。今ね、2周目やってます。ランチパックミックス4種類の美味しさミックス、味は
ソーセージ、ロースハム、卵、ツナマヨ。もうカロリー書いてないわ。バラバラに書いてあるわ。全粒粉のパン167キロカロリー、白いパン147キロカロリー、卵73、ツナマヨ74、ロースハム73、ソーセージ90。ソーセージ半端ね。ソーセージ半端ねえわ。あ、なんか微妙にくっついてんのかくっついてないのか、ここでね。ツナ、おいしい。これ全粒粉。これソーセージかな。ロースハムか。あ、ロースハムやな。これもソーセージ入ってるかなと思った瞬間。ウインナーロールのウインナーソース。卵、足りんわ。30円引きカレーパン。ランチパックちゃうんかい。こないだあんだけカレー食っとったのに、まだカレー食うか。猫の灯油の砂がもうこんなとこまで上がってきてるよ。ひどいな。
お腹いっぱい。どうやって歯が悲しいことになっているパテムス協会はパンを食べました。ごちそうさまでした。いいでしょう。